どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は箕輪さんにあのキャリア相談企画なんですけども、はい、2023年の1月から入社したしずちゃんに来ていただきました。ということで、じゃあ簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。はい、春大ヤリーメンバーに入りました、中山しずと申します。よろしくお願いします。今22卒の新卒で、はい、4月から12月まで求人広告をやっている会社で法人営業をしておりまして、うんうんうん、営業やってたんですけど、うん、しゅんくんに誘ってもらって、うん、1月から春大ヤリーに入社しました、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今日、箕輪さんに相談したいことをお願いします。はい、結論から言うと、私は何者かになりたいっていうのがめちゃくちゃあって、珍しいね。何者かになりたい Z 世代が。でも、ゆとり社長に聞いたら、俺も Z 世代とか俺のこと嫌いでしょみたいなこと言ったら、むしろ Z 世代、かつての箕輪さん的な感じっすよって言われて、うん、だってみんな隣の席のやつがいきなり TikTok でバズって何者かになるんですよみたいな。で、自分ももしかしたらワンチャン何者かになる可能性があるって普通に思って生きてるんですよって言われて、そういう人は多いの。二極化してるっていうのが正しいと思います。なるほどね。めちゃくちゃ二極化してるっていう、うん、どの程度の何者かなの。上がれるだけ上がりたいって思います。いいね。ビジネス芸人になりたいっていう。本業で成果もしっかり出しつつ、うん、ビジネス芸人、偽物系にはなってほしくないってことね。はい。何者かになるために今やってることとかってありますか？春ダイアリーに入るっていう決断、私的にはまあまあ大きい出来事で、うん、ディレクター初めて今日、うん、1本目で箕輪さんっていうまあまあ裁量がでかすぎる仕事をさせてもらって、うん、今これをできてるみたいなことはまあ正直そんなにないんですけど、うん、まあ、SNS ちょっとやったりとか、ダイヤに入ってみたりとか、うん、まあ、自分がこういいかなと思った方のことをやってるっていう感じなんですが、うん、こうさらにこう上にこう上がっていくためには、箕輪さんみたいに、うん、真面目なことを言うと、はい、当たり前なことやってたらダメだよね、うん、偏見も軽蔑もあるかもしれないけど、今 YouTube で騒いでる人たちってやっぱ頭いかれてるじゃん。はっきり言ってもう人生終わりでしょみたいなことやらかした後にめち開き直ったりするじゃん、うん、やっぱりその返り血を浴びる覚悟はないきゃダメで、誰かの用って言われた瞬間必要なくなっちゃうじゃん。だから誰かの用じゃなく生きなきゃいけないっていうことは、自分の価値観なり自分が信じてる生き方とか貫きたい道で、ここ行ったらやばいなと、ここ行ったら行き過ぎかなってことをやんなきゃ無理だよね、うん、だからそこは自分の中でどこまで行くかだけど、普通のことやってちゃダメだし、しゅんくんが困るようなことやんなきゃ基本的にダメ。バイトテロみたいなことでは当然なくて、自分が信じてることを過剰なまでに突き進むって感じじゃん。俺がどんなに適当なことをやってもみんなが付き合ってくれるのは、やっぱり編集者として圧倒的な数字を出してるってこと で、うん、でそれが一瞬じゃなくて何年間も続けてきてて、うん、結局またヒット出したねっていうことを続けてきてるから、みんなある種の尊敬をしてくれるわけで、うん、まあ、このジャンルにおいてはまず圧倒的な数字で語れるって人間なんだよ。で、同業者がどんな調子に乗ってても、いや確かにあいつ数字出してんだよっていう、で、みんな絶対に嫌うから目立つやつ、まず第一に偽物でしょから入る。で、その時に偽物でしょって言って偽物だよって言えなくならないと、同業者が。当時あの人本当にヒット出してんのとか偽物でしょって言われた時、箕輪なんて偽物だよって言ったらさすがに言えないから、そこは強かったわけよ。でもまずは数字だと思うよ。結局インナーでザワザワされるのよ、本当に突き抜ける人って、うん、あいつ面白いよって噂になる、うん、しゅんくんもそうだと思うし、ああ知ってる知ってる、あいつ面白いよねみたいな。基本なんか面白がってるやつが1年後とかに、要は世間で売れて有名人になって、ああもう遠くなっちゃったねとか会話をするような人になってるわけよ、うん、だからまずはインナーで飲み会で呼びたいみたいな人になる、うん、数字を出してるから呼びたいし話も面白いし、絶対メディア出た方がいいよっていろんな人が言うみたいな、うん、何に何か分かんないけどなりそうだよね。なんか全く違う形で成功するかもね、うん、佐伯ポエンティ、彼コルクに行った時俺すごい変な子だなと思って、その時あんなキャラじゃなかったし、はい、真面目なキャラだったけど本当にダメ人間っぽいし、うん、とんでもない発信したい熱量だけあって、うん、
で、Y 男子になるみたいな話をして、うわ、終わったって思ったけど、今バズってる。いや、確かに。だから、なんか熱量があって、自分の好きなこと見つけたら、いけるかも。確かに。じゃあ何で行くかっていうところはこれから見つけるっていう感じですかね、うん、僕さっきの話聞いて返り血を浴びる勇気みたいなところって怖いなって思っちゃうんですよ、うん、なんで守りに入っちゃうんですけど、うん、それって皆さん怖くないんですか。いやだからかさぶたと同じよ、はい、怖いじゃん、はい、傷つくじゃん、痛いじゃん。でもかさぶたできて治ると皮膚が熱くなってるみたいな、その繰り返し。だから今分身法をいきなり当てたら死ぬと思うの、うんうん、でたまにいろんなインフルエンサーとか自分の器じゃない炎上で死ぬんだよ。その時の自分の心の強さで浴びていい返り血があるの。なるほど。でどん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 鈍感になってくるわけ。だから自分に合ったサイズの炎上っていうか返り血を浴びて強くなって、でも大丈夫、自分に合ったサイズの返り血以外基本来ないから、うん、すごい犯罪的なこととかコンプラ違反とかしたら事件としてなるけど、うん、基本的に誹謗中傷とかなんだとか自分のギリ耐えられるサイズしか来ないようになってるから、普通に自分の思うことを言ってて炎上するぐらいのことは自分が耐えられるサイズなんで、うん、だから大丈夫。そこで考えたり反省したり反省しなかったり、うん、自分っていうのはこういうことをやりたいなって固まるし、うん、確かに。女性版箕輪さんに何年後になるとか俺とそれ女性として成立するのやばいと思うよ。頑張ってマジで。人生破綻してもいいの。それはきつい。破綻するちょっと一歩手前ぐらいまで、ね、ギリギリアスギラインを攻めていきたいな。その一歩手前ぐらいの路線を目指すっていう。目指します。うん、頑張って。まずダイアリーをバズらせるっていうのをどういうことかっていうのを二人で話した方がいいよね、うん、変なことしてバズってもしょうがないわけでちゃんとガチなコンテンツで若手向けの、まあ、キャリアとか、うん、ビジネスコンテンツでポジションを築きたいなと思ってますね、うん、そこがいいよ、うん、で結局硬いことやんないと柔らかいことが面白くないから、俺もたまに言えないかもしれないけどしっかりした起業家の本を作るのはそのギャップがないと単なるふわっとした人になっちゃって超弱いの、ね、みなくん本を作るときは意外とまともですよみたいに、その本当は大丈夫しかも数字作ってるっていうところがあってギリギリまで遊びに行くどっちもいけるからその両極端いけるっていうのは強いですね。全くそう、舐められないからです。ガチの部分を大事に、これから成長できたらなと思います。めっちゃ頑張ります。はい、モチベーション高っ。答え合わせで正解できるように頑張りたいなと思います。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。